和州下町探偵団源さんです。騒がしいよね、ちょっとね。なんだろうね。はい、すぐわかるからね。土曜日の夜になりました。何日か前に言ったと思うけど、14、15日はイベント盛りだくさんなんで取りまくってます。で、金曜日、錦糸町の大横川のあたりです。北斎祭りをやってます。子供多いな、うるせえなこれ静かに見たいよな、こういうの。あ、確かに子供とか倒しそういや、いる、ないこれがさ、これはあんどんじゃないんだ、紙袋なんだ。面白いね。紙袋にろうそくを入れて、ろうそくの入った瓶を入れてずっと見てあるんだよね。走るなよ子供、絶対倒すよお前ら。これね、何年か前からやってて、だんだん人は増えてるんだよね。だから反響はあるんだろうけど、なんだろうな、ちょっとね、遠目に見ると確かに、なんていうのかな、かっこいいんだよ。あ、僕も思ってことは子供たちが作ったんだこれ。精霊流しに近いのかな、じゃあ思いを込めて作るのかな。このぐらいから見るとなんともかっこいいでしょ。だけどそんなに広い空間じゃないのよ。だから何つったのかな、こう言い方悪いけどちょっとしょぼい感じ。あ、でもちゃんとろうそくなの。一時期電気になってつまんなくなったんだけど、かっこよくなったじゃん、色も違うし。黄色と青？青になっていいね。おい、本当に子供走るな。まさか係の人かな。火つけてるね。消えちゃうのかな風吹くと消えるか。やっぱ瓶に入ってるけどやっぱ消えるのかな。やっぱ風みたいだよ、消えちゃう理由は。あ、いいじゃん、明かりが灯って、その後ろに高層ビルの明かりが見えて、そしてさらに後ろにはスカイツリー。いや、本当に子供うるさいと思う多分絶対静かに見た方がいいと思うよ、ここは。なんかもったいなくしちゃってる気がするな。だけどな、
歳未満立ち入り禁止ってわけにもいかないしな。欲しい。なんか一応形を作ってるんだね。あ、でもね、あったかいよ、ここら辺まで来ると。なんか形を作ってんだね。これは四つ葉のクローバーかな。あれなんだろう、よくわかんない。ここ文字だ、2022になってる。向こう側から見るんだね。ブロークンハートだね、うん、ブロークンでいいの？ブロークンだとハートが荒れちゃうよね。いいのかな、認めるだよね。で、この明かりの他に夜を彩るって意味で、国際通りにねぷたが青森というか、青森市じゃなくて弘前市のねぷたが巡行するようになってるのね。それも合わせてイベントなんだけど、今年はなんか巡行しないんだって。一回戦ずっと展示してあるんだって。それを見てくださいってことらしい。で、実は何日か前に、この北斎通りをの、なんていうかな、夜景っていうのかな、そういう感じの動画を撮って、その時にそのねぷたを撮ってるんだけど、まあねぷたとこの明かりはセットなんで、同じとこ行っちゃうことになるかもしれないけど、もう一回ちょっとねぷたのとこに、なんか、また行くのかみたいな感じですが、行ってみます。強いて言えばこの間終わってたんだけど、ここがまだやってるんで、ここの店だけちょっと覗いてみようか。買います、いただき物、箱入り、箱なし、昔のおもちゃ、なんでもござれかな。雑貨屋さんなのかな。中入っていいかな、大丈夫かな。あ、いいね、このポスト、ギャラリー特。とりあえずね、行きというかね、面白いねオーナーだった。なんかうちは何でもやってんですよ。洋物が増えると洋雑貨になるし、和物が増えると和雑貨になるんですよ。まあ半分冗談だろうけど、なんかまあ商品が多いとまたいろいろ変わってきますよみたいなことを言ってた。そうかもね。もうそういう文化もね、ああいうギャラリーとかって。で、明かりを大横川で灯してて、それから、これもセットで、ねぷたの巡行も合わせて、北斎通りの周辺をライトアップしようみたいなイベントです。でなんかね、聞いたらね、ここで展示してるのはつい最近で、それまではどこだっけな、どっか違うところで展示して、だから点々としてるらしいよ。もうここら辺からは前回と同じだね、本当に。なんかの、あ、T シャツだと思ったけど、反転っぽいな。反転があって、ねぷたがあって、で、のぼりっていうのかな、があって。なんか、もったいないな。これがね、巡行するんだって、本当は。多分、こういう、下に台かなんかつけるんだろうね。つけて。これはでも、こっち入ったな。
あ、これは入れなかったんだ。で、国際祭りって書いてあるから、国際祭り用のねぷただね。うん、専門なんだろうね、よくわからんけど。もうなんかこの間と本当にエンディングは一緒だね。弘前ねぷた、ねぷたじゃないよ、ねぷただよって感じかな。で、遠目に見ると、あ、すいませんね、なんともいい感じでしょって感じかな。同じ動画2回流しちゃった気分だな。まあいいや。とりあえず秋から冬に向かって静かな装いを見せる国際通りで際立つねぷたのモニュメント、いい感じなんで見に来てあげてください。このねぷた自体はまだしばらく置いてあるみたいよ。明かりのモニュメントの方はね、前半のモニュメントの方はもう今日一日だけだよね、多分今日一日で終わりみたいだけど。ということで、北斎通りの北斎祭りでした。本日はこれでおしまい。これでいいのだ。